な時間がやってまいりました。今日はじゃん、飛べる人、あれ、エビさん描いたみたい。今日の目的はエビさんの絵ではなくて、なんとこの賑やかな都会な街に、杯横丁、私の大好きなレトロなお店が立ち並んでるそうなので、中に入ってみたいと思います。あら、ホタルだって。スナックかなんかやってないのかな。でもほら、エビさんの絵なのかね。渋谷ストップ。意味がわかんない。ほら、でもこれエビさんでしょね、描いた漫画初めて見たね。そしてカラオケスナックマーチ。マーチさんは電気がついてる、やってますね。あ、何エビさん、何がなくともお金を稼ぐ、稼げてるからいいよね。あ、こっち、こっちにもある、エビスです。全然違うねこれね、エビスからね。はい、居酒屋ともえさん、レトロだよね。このカラオケスナックアンズさんはなんかあの幼稚園みたいなね、なんか可愛いね。え、これはね、カラオケ屋さんが多いね。あ、でもお姉さんいるよね。うちの店にはお姉さんいないけど。あ、これね、こういう、なんだよ、うちのお店もこんな風にしたい。ステレオから流してくるあなたの声はとても優しい。なんでこれ、ビートルズ聴ける酒場だって。へー、面白いね。出た、フィリピンパブ。3名以上で2500円だって。綺麗なお姉さんいますよって、ほら、綺麗なお姉さんいますよって。何これ、気持ち悪い。だってさ、向こう側にはさ、マンションが見えんだよね。ここの一角がこの昭和レトロなお店をの街並みっていうのを残してね、杯横丁、ここはもう約50年ぐらい続いてるレトロなお店なんだって。ちょっと中に入る勇気はなかった。まあうちの店も開けづらいらしいけどね、どこの店もみんなね、一元さんに行くとね、勇気いるよね。すっごいね、こんなに入ってんだね。すごい、杯横丁。ここは所沢の駅から7分ぐらいのところなので、もし所沢に来たらぜひこの風景を見に来てみてください。じゃあねー。